今回のミリチューブは目黒駅の乗り換え案内です。ホームから階段を上がると JR 線目黒駅中央改札です。目黒線、南北線、三田線への乗り換えは東急連絡改札口へ向かいます。このエスカレーターを降りると東急連絡改札口です。東急連絡改札口です。一度 JR 線のこの改札を出て目黒線、南北線、三田線の改札へ入っていきます。東急連絡改札口を出たらそのまままっすぐ進んでいきます。右へ行くと目黒駅から出ることもできます。こちらが目黒線、南北線、三田線に入る改札です。1番ホームは目黒線、岡山、日吉方面です。2番ホームは南北線と三田線です。麻布十番、四ツ谷方面、日比谷、大手町方面に向かいます。この動画が良かった方、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。